らない。バターブリオッシュとチョコブリオッシュに、チーズ、アマンディフローズンホイップをたっぷりつけて食べていきたいと思います。ま、このブリオッシュ前から気になってはいたんですけど、何て、重量なもので、今日食べるの楽しみ。そしてホイップクリーム。ま、先日、スプラのフェス、スイーツフェスで勝ちましたね。自分も入った。そのスプラのフェスで勝ったものをつけて食べようかなと思っていたので、もしかしたらカスタードやあんこになっていたので、で今回さすがにちょっと量が多いかなと思って、飲み物としてのコーヒー、UCC、職人のコーヒーも用意してます。では、早速。ただ、さすがにこのままホイップつけたら、多分この辺り大惨事になってしまうんで、今日は、このプラボールを用意します。なのでホイップはこのプラボールの中でつけていく。ではと思ったんですけど、やっぱり最初の一口目はまずそのままの味を感じたいので、そのままかぶりつきますね。いただきます。うわー、噛んだ瞬間にじゅわっと口の中でコクと香りが広がってくる。そこにホイップクリームをやると、乗せるともったりしてさらにとろけてくるな。だけどホイップクリーム自体は意外とあっさりしてるから、そんな胃もたれするってほどでもないし、美味しくパクパクと食べ進められる。で、途中でちょっと焼いてみたんですけど、カリサクッという心地よい音が加わって、さらに美味しい甘さやちょっとした苦味も、なんて言っていいのかな。ただこれだけ量があるとさすがにかも。しかもホイップ付きでも、コーヒー用意しておいてよかった。味の詳細につきましてはこの後。ごちそうさまでした。ですね、どちらのブリオッシュも、まず生地がふっくらしっとりとしていて、噛んだ瞬間に、ふわっと口の中で歯が入っていく食感を楽しむことができました。で、バターの方はですね、口の中に入れた瞬間に、じゅわーっと、すいません。バターの香りが広がってきて、甘いだけじゃなくコクと奥深さも感じられる味になっています。一方でチョコチップブリオッシュはチョコチップが結構苦めの味合いになっていて、少し大人向けのチョコでチョコパシパンになっていますね。もう、あ、もう、しかし両方ともボリュームが多いので、結構今は腹パンパンになってます。すみません、ちょっとそれで喋りにくくてなんですけど、どちらもで両方とも途中でバルミューダトースター使ってトーストしてみたんです。トーストするとコクやチョコの苦み、甘さなどがより強くなりました。表面もサクッとなりますし、焼いてみるのがおすすめ。たださすがにこんだけ一気に食べるのはきついかな。で、ちょっと見ます。であのホイップさすがに今回1回だけでは使い切れなかったので、また別の何かに使いたいと思います。味はですね、まろやかで口の中でふわっととろけていくような、あっさりとした甘さのあるホイップクリームになっていました。で、今回はこちらのブリオッシュも先ほど見せたクリームも、どれも全てまろやかでコクのある、さっぱりしているといった個性が感じられて美味しかったので、全部ですね、段取り悪くて申し訳ないんですけど、4点とさせていただきます。あ、そうだ、コーヒーを忘れていました。コーヒー、職人のコーヒー、ほろ苦い味わいを一緒にいただくと、コクと苦、あっさりとした苦味とコクがパンをよりパクパクと食べ進めさせてくれるので、ブリオッシュのお供にはコーヒーおすすめですよ。このコーヒーも含めて4点とさせていただきます。ちょっと今日、見ます。
結構お腹パンパンで苦しいので今日はもうこのまま終了とさせていただきますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。